行った、なんだ、うわー、痛てー、うわー、めっちゃぜーぜー言っとるやん。死ぬハタケ。何買ったの？カルボナーラです。うわ、いいの買ったね。ありがとうございます。カルボナーラって金持ちしか食べない食べ物って俺親に教わってんだよね。サジリネも売ってるっすよね。俺高級じゃないの？あれは高級かもしれないですね。ちょっとカルボナーラで思い出したんだけど、どこからが大きいかを決めとくべきだと思うんですよ。みんな多分それぞれ人間20年以上やってきて、いろんなのを見てきてるんですよ。何かの上からといえども。そろそろあやふやになったこのどこからが大きいからに決めません？じゃあちょっとわかりやすいに俺からいきますね。うん、俺、D。ザ王道ですけど。じゃあ俺、いいっすか？はい。いいです。ちょっとダジャレ。いや、ダジャレっぽくなっちゃうんだけど、俺はいいです。ちなみに自分は D ですね。自分も D なんだよね。なんか俺 C か D かのラインかと思ってたけど、これ違うね。じゃあこれ D か E かってことか。 C が振り子のここ。ああ、なるほどね。大きいかですよね、だってこれ。そう、ね、あ、そうですそうです。これだけあれば大きいよねっていうのが E。 E、 え、だって ABCDE でしょ。うん、いや結構でかいっすよね。 D じゃダメですかね。普通とは言わんです、 D は。大きいって胸を張って言えるのは胸を張って言えるのはいいな気がする。確かにそれこそが大きいなのか。確かにね。あ、人によっては F の人もいるのかな。希少価値を優先させてるんですよね。なるほどね。 C からっていう人いるかな。あると思うよ。だから例えばだけど C よりさらに低い属性しか見たことなかった人が、だったらそう思うかもしれない。あと小さいのがいい人からしたら C は守備範囲外で、だから大きいに入るのかもしれない。なるほどね。確かにそれはありえますね。結論、僕らは E とかがから大きいわけですよ。やっぱ大きい方が好きなんですか。まあ、好きか嫌いかで言うとやっぱり大きい方が好きですね。おっぱい言うかね。同様ギャグ。咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ、赤白緑色、イタリア。何ですかこのミステリーツアーは。まあどこでも上がるかはまだ。はい、ミスタードーナツでーす。めっちゃ混んでる混んでる混んでる。相手ナッシング号いけるかなこれ。いやーすげえ、プロプロプロ。そっちだっけ、ちょっと見てて。そこ、あ、こっち見てる見てる。プロ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 。おー、あと1センチっすよ。あぶねー。プロプロプロで、今テロップで褒めると喜びます。というわけで皆様、ミスタードーナツ好きですよね。まあ、好きです。最近食べてますね。はい、そうですよね。やっぱりどの業界にもランキングというものがありまして、一人ずつ今から行って、思ったものを買ってきて、はい、食って、1位から5位当たりまで帰れません。うわぁ、出た。そうか、そういうのか。帰れまタイムですね。大食いっても結局食わないといけないっていうのが辛いと思うんですよ。ただ実力があれば、早く終わらせれるっていう、その条件ってすごい、モチベにつながると思うんですよ。確かに。当てりゃいいんです、1位から5位。そしたらもう、パパパパパン、はい、終わりみたいな。外出てもいいよね、多分これ。外出てみます。はい、はい、というわけで皆様、はい、私のみが今1位から5位知っております。はい、で1人ずつ1位から5位だなって思う人気のドーナツを持ってきて、1位から5位全部パンって食べれたら終了。これいけるんじゃないですか。まあ意外とね、王道のやつが当たりやすいっていうこともあるんですけど、うん、そんな気がする。ただ店のバリエーションをちょっと舐めちゃいかんと。そうですね、思ったより種類が多いんで、皆さんで頑張っていきましょう。頑張ります。なんでかぶってるんですか。これしかなかったんですよ。あ、来ました。あれ、何位狙いで。あ、もう1位、ナンバーワンですよ。明らかに人気がありそうなのを買ってきます。私が買ってきたのは
ポンデリングです。間違いないっすわこれ。大人気のもちもち食感ってなんか2つ涙についてますし、ポンデリングだけ2列あるんですよ。というわけで、参考にさせていただきました。現役ミスド店員が教えるミスド人気ドーナツトップ10、はいはいはい、アップランキングの1位から5位を選んでください。はい、というわけでポンデリングランキングトップ5に入っております。おちなみに1位でございます。おやっぱ美味しいんだろうね。じゃあいただきます。これが1位ですわ。まあまだあと4種類あるんで、はい、はい、どんどんいきましょう。はい、もう来た、さあ来ました。ということでね、Y が買ってきたのを早速お見せしたいと思いますよ。 Y が買ってきたものはオールドファッション。あ あ, あ、これも絶対間違いない。王道ってイメージだよね。そうですね、さすがに大丈夫でしょうという、うん、では、はい、オールドファッションはランキングトップ5に入って、はい、いません。嘘でしょ。ほんとほんとほんと、マジで入ってない。いや、店員さんが選ぶっていうのがそれなんですかね。お客さんと違うんですかね、うん、買ってる人と。やっぱ有名だけだと人気じゃないみたいな。なるほどね。一応食います。ダメだダメだ。次、ただっちそれ買ってこなくても大地君がこれ買ってきてるんですよ。うん、1位。ここでちょっと残念なお知らせがあります。え、一応、はい、ランキング1位から5位あるか確認していったところ、はい、なかったっす。嘘でしょ。なかった。売り切れたのか分かんないんだけど今なくて、ちょっと別のランキングに当てはめて、はい、続行してもいいですか。あ、はい、確認して、一応商品に並んでるやつの中でちゃんと当てられるランキング別に見つけました。はい、でちょっと順位変動が起きました。友田君の持ってきたポンデリング3位になりました。さっきのやりでも最新のランキングにしたから、ちょっと時代の流れとともにポンデリングの影が薄れてきたのかもしれない。あ、ちなみに何が選ぶ何なんですか、このランキング。これはですね、トレンドニュースを作っているサイトがありまして、そのトレンドニュースを作っている編集部が実食してランキングを作ったらしいです。ああ、どうした？はい、僕が選んだのはヒカルさんです。出れなくなりますよね。エンゼルフレンチです。エンゼルフレンチ、はい、入ってません。ちなみに、はい、順位言うと、はい、惜しくも6位でございます。うわー、すこれで、あ、でもどんどん行こう。僕が選んだ商品はこれです。あ、フレンチクルーラー。フレンチクルーラー、そう、さっきのチョコ入ったじゃん、うん、じゃあそのチョコなしのプレーンバージョンです。ああ、ちなみにタナッチは先ほどそのプレーン狙いで外しております、はい、残念です。入っておりません。ヒントを言うと、お前マジかって感じです。次2周目、唯一当ててる星野くん、うん、あ、そっか、まだ1個しか当たってないんですか。そう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 、行ってきます、はい、私が選んできた商品は、はい、ハニーチュロです。あー、現代風ですよね。はい、なぜこれをドーナツ屋さんで選んだんですか。いや、これなんかあの昔ポンデライオンとかあのシリーズでキャラクターになってたじゃないですか。なんでこれもやっぱ人気商品なんじゃないかなっていう。なるほどなるほど。ハニーチュロ、はい、はい、入ってます。おー、待って待って待って、すげー、バーカって言ってやろうと思ったのに。ほんとだ、4位だ。4位だもんね。ハニーチュロ当てるの結構難しいと思った。結構いいとこ潰したと思います。そうですね。ポンデリングのなんかチョコのやつ入っておりません。フランク、はい、フランク、すいません、県外です。はい、もう見えてると思うんですけど、チョコリング。おお、チョコリング、はい、なんと、はい、お、入って、え、います。おー、やっぱりほら、やっぱりこれ来た。Thank you。 順位5位でございます。おー、1位2位当たってないですよ。1位2位が当たんないんだ。2位と1位当てれば終了でございます。よかー、難しいね。うまいっすか、ちなみに。めっちゃうまいっす、これ。なんか軽いんすよね、しかもなんかもっちもちしてそう、うん、中がそう、あの、もちもちしてて空気みたい。へ、その上にチョコレート。空気みたいな。もっちもちしてるのに空気。かわいい。ピカチュウだ。ベアロンス、まあ、いい。お待たせしました、ピカチュウドーナツですっつって来た時にたまたま並んでて、はい、もうほぼ売り切れです。えぇー、両手なくなっちゃった。悲しい。かわいそうだった。悲しい声でカナディーヤ。
あー、まあ、何やってんのあんた何やってんのあんたで、改めまして、私が買ってきたドーナッツはエンゼルクリームです。21位です。さっきのやつのカスタード版18位でございます。県外です。え、9位です。11位です。7位でございます。10位でございます。13位です。ランキング外でございます。みんなごめん。え、コーンと卵チーズ、まあ、出たわ。おめでとうございます。ランク外でございます。12位でございます。23位です。こいつが残ってましたよ。シュガーレイズドザ・ドーナツですよ、これが。いきます。おいしい。というわけでシュガーレイズド順位の方が、はい、2位です。おー、あと1位だ。あと1位。じゃあ早速行ってきますわ。お願いします。おかえり。自信のありそうな顔ですな。戦いを終わらせに来ました。おお私が選んだのはこちら。ええ、ちっちゃいシリーズ。ちっちゃいシリーズのチョコファッションボールみたいな、うん、忘れましたけど。いただきます。はい。うん、チョコファッションってあるじゃないですか。うん、あれのボールです。でしょうね。チョコファッション入っとらんやん。ゴールドファッションとハニーファッションだけですね。あ、まだ食ってないんだ。お、ないんだ。というわけでそちら、はい、ランク外でございます。そう、多分ね、みんなまだよく見たら食ってないのがある。普通にチョコファッション食ってると思ってたのも多分そういうのがまだ2、3個あります。なるほど。見て分かりました。僕は消去法でこう消していった結果、僕の選んだのはこちらです。さっき食べたちっちゃいバージョンの大きいバージョン、オールドファッション。チョコか。チョコ。お味の方をどうぞ。いただきます。完全に忘れてたっすよね。ね、忘れてた。あー、うまい。コーヒーも。順位の方、はい、1でーす。くれちまったっすね。いや本当に本当に、いや、おもろいっす。あのパッと見たところほぼ全種類食べてました、ね、というわけで皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。